最悪だ。最悪以外の言葉が出てきません。もうタイトル最悪でいいんじゃないですか？ダメですか？リングに続いてジャパニーズホラーです。呪怨。見ました。これ私も呪われたんじゃないかな。一人で生活してるホラー苦手な人が見ていい代物じゃないんですよ。あらすじとしては、過去悲惨な事件があったとある家に関わった人たちが次々と呪いに取り憑かれて死んでいくっていうお話なんですけど、怖かったポイントとしては日常どこでもお化けと音ですね。今回のメイン音量であるかやことトシオはどこにでも出てくるタイプのお化けなんですよ。こんなにもはっきりと姿を現しまくる音量、これほんと怖いです。出てくるタイミングはだんだん予測できるようになるんですけど、分かってたとしても怖いもんは怖い。もう向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのにって思わず歌いました。歌でも歌ってないと音量との鬼ごっこ耐えられんのですよ。しかもね、まだ呪いの家に入ったら呪われるってだけならまあちょっとわかるじゃないですか。入っちゃったわけなんで。でも家に入った人と関わった人まで呪われちゃうじゃないですか。そしたら私がどんなにヤバい家を警戒して回避しても呪われるリスクあるってことですよね。リスクヘッジはマジで大事ですよ。本当に呪われたくないんです。不動産屋さんとか当面縁なさそうですけど、絶対警戒しようって心に決めましたね。リングが可愛く思えてきました。貞子だってかなり控えめに感じますよ。これまで見たホラーはね、基本主人公がいて彼らが追い詰められるっていう話だったんですよ。で、追い詰められていく中には緩急があって起承転結的なものがあるわけだったんですけど、呪怨がやばいのはオムニバス形式で主人公が移り変わっていくんで、あらゆるシチュエーションでお化けがすぐ出てくるんですよ。で、それも日常にありそうな普通の光景の中にお化けが出てきちゃうんです。厳しい。いたらやだなって思うところ全てを網羅してるっていうか、みんな一度は妄想したことがあるような恐怖シチュエーションのオンパレードで、私ここ最近エレベーター乗る機会ないですけど、改めてもう二度と乗りたくないって思いました。あと最近ね、私がいる部屋のインターホンの調子が悪いんですよ。だからインターホンが絡むところは本当に怖かったです。部屋番号を聞いてから鳴らすまで早すぎるなって思ったら、このね、この一見わずかな異常がね、とにかく鳥肌もんなんですよ。音もやばかったですね。あーって、もうどっから出てんのって思うような声を出すわけですよ。あれは本当に怖かった。そんでトシオくんのおかげでね、私猫の声にもビビるようになっちゃいました。スカ猫、あんたは癒しの存在だと思ってたのに。今もね、庭にいるんですよ。でも相変わらずですね、自分の罪にも気がつかないなんてのんきなやつです。おーい、どこ見てんの。はぁ、呪怨、呪いの力超強かったなぁ。かやことトシオがなんであんな風になっちゃったのかは、冒頭少ししか映らなかったんで、わからない部分も結構あったんですよね。謎解き要素ってことでも、リングの方がちゃんと謎解きさせてくれたっていうか、そこにスッキリ感はあったような気がします。あぁ、ほんと最悪だ。今もね、机の下とか流し台の下とかお布団の中とか全部見たくないって思っちゃいますし、かなり引きずるタイプのホラーですね。後遺症がやばいですよ。後ろすら振り向きたくないし、お風呂も怖いし、あー最悪だ。ヘレディタリーもね、かなりやばかったしきつかったんですよ。ただね、私は呪怨もきついなぁ。二つとも天井裏に気をつけようってところだけは共通してましたかね。
眠れないですよこれ。つら。やっと安眠を確保できたと思ったのに。怖くて眠れない時の対処法とかって存在するんですかね。ラストに映る街の風景もあれって感じで、ちょっと今の外の様子に近いなとか思っちゃう感じ。謎を醸すっていうか、考察させるような終わり方のような気もして。今回の件から学びがあったとすると、問題のありそうな家庭を訪問するときはとりあえず門の手前までにしろですかね。ほら勝手になるんですよね。どうせ誰もいないのに。機械の不調ってリア夫人だから腹立たしいっていうか。ああほんと、美味しいもん食べたい。